ノリノリでサンキューチャレンジ、この番組の企画は、はい、ノリノリでセットになっております。はい、2人合わせてサマイプラス探偵企画を目指します。はい、達成した場合はオリジナル T シャツに3名入れて3名様でプレゼント。サメサメサメということで実践いこう。イエーイ、はいや、はいや。やばい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 、ほらもう近づいてきましたよ、抽選機。皆さん、皆さん、抽選機が近づいてきた。あのね、ダメダメ、出来になるから。出来だけはやめてください。出来はやだ。やばいってこうやってるから。初回なのに抽選だよまだ。やばいやばい。どっちで行きます？いや、右かな、左かな。もうやばいやばいやばい、早く押せって邪魔だから。めっちゃ一番後ろ、めっちゃ一番後ろやん。はい、じゃあ私、はい、あえー、おおおお、八角だ、すごい、せーの、ドン。もうちょっとあの全然番号がいいわけじゃなくてね、もうずるいな。これも価値格でしょ、番組的に。価値格ですし、で、まあ、全然ノリノリじゃなかった。なんで、いやいや、てか逆にノリノリすぎでしょ。だから出禁だったら、こんなんやってんだからさ、朝からおかしいって、もうだいぶ後ろの番号にしちゃいました。番号がね、はい、まあ2人ともあんまり恵まれてはないんですけど、はい、一応リノさんの番号はまだ狙えるんじゃないですか、うん、かもしれないですね。まあ一応取材内容的なね、はい、ものもあったりとかなんですけど、うん、まあ代わりに、あ、いいじゃないですか、あ、いいじゃないですか。立花さんは狙い、私ノリノリになれる機種で行こうかなと思ってるんで、ちょっとねまだ全部でしょ、パスだったら全部でしょ、あなた、うん、え、そんなことないじゃん。ちょっとさ、はい、ごめんなさい、はい、P 入れますけど、はい、P じゃないですか、ね、P だな、完全に P だな。頑張ります、おはようございます、元気に行きましょう。ということで今日は良さそうなところは取れないということで、こっちだ、ど真ん中に陣取ろう、ど真ん中に陣取ろうぜ。皆さんね、分かってってるんじゃないかなと、期待できる機種かなと思いますんで頑張っていきます。皆さんどこ行ったのかな。おはようございます、よろしくお願いいたします。さあ入店入店、あ、なるほど、ちょっと一発目なんですいません、派手に行こうじゃないか。カバネリとかオリムシャ、マイジャグ、ここら辺は強いかなっていうところなんですけど、マイジャグもねこれ見ていただけるともう万代でございます。満員御礼でございますよ。チョークとか見れるものがあればわからないですけど、まあ持ち場はね、ちょっとこれユリカじゃわかんない、ユリカナークじゃわかんないやつですけど、取られてる方がいるんでリセットかもしれないですね。リゼロは消えてると、あ、まあまあリセット代は多そうですね。全体リセットかわかんないですけど悪くなさそう。はい、お願いします。よっしゃ、立花さんもカメラセッティング OK？ はい、大丈夫です。私も OK。 じゃあ行きましょう。なんかもう僕の大選択がもうマジでガチのそのものですよね、はい、うん、そうですね、すいません、設定通り行ってます。やっぱりプラスにしないことにはね、始まらないですから。そうなんですよ、なんですけども、はい、対して立花さんが、私が、鋼鉄城のカバネリを違う違う違う、どうしました、いやいや取れてないっしょ、どうしました、え、取れてないよね、まあ、あなた番号悪かったでしょ。59番で取れなかったです、鋼鉄城のカバネリの、背中反対側にあるバルブレーブを取りました。カバネリいらないんで、その手いらないんで、うん、あのノリノリでっていうね、うん、企画なのでやっぱ楽しく、はい、ワイワイやっていきましょうよって、笑顔でいることが一番のストレスフリーであり、はい、幸福感を得られるらしいんですよ。そうですね、でいろんなそのがん細胞だったり、うんうん、病気にこうつながるような要素が吹っ飛ぶんですって、笑顔で過ごすと。だから病は気からってやつですね、そうですそうです。なんでこの番組を見ていただければ、うん、みんな健康で幸せに暮らせるよっていう内容になってますんで内容、はい、内容言うな、内容になってますからもう実績結果がどうであれ、あ、ということですね、はい、皆さんにハッピーを届けられるように、そう、そのために僕たちは楽しく実践して、はい、かつ勝ちを目指して、はい、プラス、まあ、1戦ごとですね、3900枚目指して、はい、T シャツ、プレゼントするっていう形でございますね、はい、毎回収録時はですねこの T シャツを販売してますので、はい、まあ、色がですね、立花さんはピンク、
リノは、まあ、青といった形でございますので、はい、好きな方可能であれば皆さんあの購入していただいた方はぜひその日打ってる間実践中あの着ていただきたいんですよ、この T シャツを。そういうことなんですよね、まあ、ユーザーさんと一緒に楽しんでいくっていうのもコンセプトでございますので、何人ノリノリな人がいるかっていうのを目で見て把握できるようにしたいってことですね、あ、ちょっと待ってください、立花さん笑ってますね。何ですか、笑いながら言ってんだ今。あ、もうノリノリなんで、うん、自分、はい、T シャツを着てくれる人数っていうのをですね、まあ、最終的にはどん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 集めていくと、この3級レベルっていうのがありまして、はい、あのレベルが1、2、3とあるみたいなんですよ。あれなんか半割れだぞ。どうしました、続けてください。何3級レベルって思ってますけど。いや、あるんですよ、うん、あるんですよ、 ありますよ。なんですがまずですよ、はい、3級レベル1が T シャツ着用人数が39人に達すると何かしらご褒美で、レベル2が着用人数が78人、はい、まあ、39人かける2でレベル差がこの3倍と117人、はいはい、なるほど。でも皆さんの、ね、力を合わせてそこまでいけたらいいですよね。マジでそうなんですよ、より楽しいことが増えるよっていうことですよね、うん、そうなんです、はい、私そんな中チャンスゾーンに当選いたしました。あららら、はい、やっちゃって。山田の雷蔵さんでございます。63ゲームからまだ投資は3000円。ちなみにですよ、お隣さんボーナス引き戻してAT 当選しております。あららら、なのでバルブライブあららららちょっと期待できるかもしれないぞっていう雰囲気になってきました。まさかの、じゃあ AT 入っちゃったらこっちのもんですね、高生徒だったらね、かもしれないってなりますよね。で、私当たりそうです。おお、素晴らしいじゃないですか、はい、69ゲーム早い、はい、ゼロモードですね、まあ、50% から 54% 取ったと投資2.4でございます。いやったよ、おめでとうございます。青出てきてくれたらね、よろしい。いや、大変助かりますよ。あれ、ちょっと待って、黒いぞ、黒い黒いぞ、黒い、これはもしかしたらどうだ、あ、ないない、 20% いったよ、やだ、朝一からどうですか、完全にここで取りました。え、はい、どういうこと、はい、ボーナス当選でございます。え、マジっすか、はい、やりました、おめでとうございます。ギリのギリで、え、しかも僕シナリオめっちゃいいんだけど、え、テーブルめっちゃいいんだけど、ちょっと待ってくださいよ、これいけるんじゃないですか、ライジンがあるんだけど、てっぺんに、え、1個2個でもう10トンですから、これはまあ 70% の抽選は間違いなく受けれるでしょうと。 AT の先で待ってますんで、了解しました。さあ、革命でお願いしたい、ドン、 OK、 いいじゃないですか、マジで、はい、革命ボーナス、いや、うめえな、いいぞいいぞ、うめえぞやっぱノリノリで生きてるといいことあるんだな、はい、ということで私もういただきロードいただきました、おめでとうございます。で、次でチャージでございますんで、これライジングいっちゃう、いや、行きましょう行きましょう、ベルあと3回あるよ、ちゃんとあの台もノリノリになってきてるんで、あーれや、チャンスめくれ、ダメか、残念ですが、いいでしょう、スタートとしては、行きましょう、いや、こんな好展開あるのだろうか、私絶対仕留めなきゃいけないところですね、これ、いや、頑張ってくださいよ、はい、頑張ります、まずはホールドなしを目指します。まあ、いきなりこれいきなり当たっちゃうのかな、男にあ当たるっぽいな、あ、男いわ、まあ、一応、まあ、前半なんで約 30% ですね、レベル2以上、あ、青、今のところホールドゼロです、いけるいける、頑張って、山田ちょっと邪魔しないで、もう煽らなくていいよ、煽らなくていいから、怖い怖い、うわ、そうですやん、嘘だよ、残り6ゲームでフォールドいきました、うわー、やっちまってんな、いやー、ひどい、なんでそういうことするの、ちょっとノリノリになりすぎだから落ち着いて、ここは乗らなくていいんだから君たち、ナビ2回、まあ、これは難しいですね、またベルを無限に引き続ければいけますね、いや、そうっすね、って言った瞬間大体終わる、終わるの早かった、お、いいじゃないですか、紫よく出ましたよ、では、いくぞ、何も出ない、うわー、そっか、まあでも終了画面良さそうなんで、よかった、454枚、いきなり中ぐらい、お、なんか引いた、マジかよ、チャンス目だったら 100%、 うわー、うわー、でかくなんない、おお、あんのかよ、マジかよ、ありがてえ、10何パー取った、お弁当箱、
で黄色、あれ違うかな。お弁当箱だったらレベル2以上なんですけど。あらら、よしよし、あららら、よかった、持ってますね、持ってますよ、いやですがまだまだ200枚。そうだ、200枚、それが番長ゼロですかね。そうです、そうです。先ほどお話ししてなかったですけど、はい、なんかあれみたいですね、 T シャツ着てくれてる方が、はい、最終的にこうエンディングで、まあ、集まった時になんか集合写真を撮る、撮影するみたいなね、いうのもあるみたいなので、なんかその T シャツを着てくれた方の名称みたいなのを決めたいですよね。あ、確かに、ノリノリーズ、ノリノリーズダサい、ダッセ、いや、もっといい案が絶対出てくるんですけど、ダッセーけど、まあ、それもそれでいいかも、はい、今日中にちょっと決めましょうよ。そうですね、はい、なんかどんどん案出して、はい、とりあえず私332枚でございました。ありがとうございます。はい、僕と立花さんが共演したのって結構前ですよね、はい、最後そうですね、2年前、うん、で初共演していろいろとお話しして、はい、彼氏いるんですかみたいな感じで聞いたんですよ、はい、その場の話の中でね、でしたらいないです、めんどくさいです、パスロが彼氏です。もうやべえじゃんこの人って、ちょっとやめてくださいよ、これマジなんですよ、これマジ恥ずかしいわ、マジだから、マジ言ってて、で、はい、うん、あのジャンクフードのハンバーガーも大好きだっていうのも大好きです、うん、話をされていたっていう、じゃどれだけ今後お互いのことを知っていけるかっていうのも、そうですね、やっぱ乗り打ちする上では大事な関係性って、でしかもですよ、僕に関しては離婚しましたから、はい、ええ、ちょっと待ってください、えほとんとんとんとちょっと待ってください、そうそうそう、ええちょっと困るな、いやいやいや、こういう時なんて言っていいか分かんなくなるんじゃない、いやいや、それいいですよ、それは、ま、前向きななんで、あ、ま、前向きな、うん、のやつなんで、いやでもなんかごめんなさい、言葉間違ってたらあれなんですけど、はい、意外です、意外、はい、あ、本当ですか、あのうまくいってるもんだと勝手に思ってたので、円満なんですけどね、なるほど、円満に離婚、お酒飲みすぎましたもん、ね、違う違う、酒のせいじゃない、あ、酒のせいではない、うんうん、な、酒は飲みすぎてる、あ、じゃあよかった、それはいつも通り、うん、それはもう、はい、あの声ガラガラなんですよ、デフォルトなんですよ、カッサカサやないかいっていう、うん、朝言ってましたね、そうなんです。さあ2回目のチャンスゾーンを受けまして、248ゲームから、はい、持ちクレジットで行っております、またまた山田雷蔵、お隣さんが今腹切りドライブ2回目来てますので、おマジか、そうなんです、あれ悪くないじゃないですか、そうなんです、マジで、え、あんじゃないの、それ あるかもしれない、ちょっとチャンスゾーンの内容は良くないんですけど、短縮うまいこと言ってるんで、はいはいはい、ゲーム数自体はハマってないです、次に期待、終了画面はデフォルト、じゃああれですね、一人の時間を今謳歌してるわけですね、そうですね、いい感じで言ってくれて、うん、ノリノリサンキューとか言ってる場じゃないですね、これね、いや本当ですよ、人生について語り始めちゃって初回で重くないかっていう、ごめんね、全然大丈夫です、ね、そういう意味の思いじゃないですよ、私も私で思って思われてる、多分今、いや僕3回目ですよ、当たり、え、あ、しかもこれ青7です、え、そんなさらっと、はい、昇格、おい、81回転、先ほども当たってたんですよ、すいません、で、いや、全然全然いいです、これはもう通しますから、青7引いたんでね、いや、3回初当たり引いて、000です、まあ、6でも 54% ですから、うん、ここ逃しちゃうとね、はまっちゃうんでね、よし、よかった、1回引いときゃ安心、安心だべ、だべさ、これ、赤は行くだろう、赤行っとけよ。あと3ゲーム、そんな青で取れないなんてことないですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、大丈夫です、そりゃそうだ、頼むぞ、うわうわマジか、 あれ僕今目押しミスった、あれえあれ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 今カットイン走ってたよな、あれあれ、うん、あ、ここか、ここか、え、ダメ、え、あれ下なし、え、ちょっと待って、揃ってないよね、多分終わりです、ぬぬぬぬぬぬぬ、青なのに、くっそー、チャンスを、収録現場に遊びに来てくださった方で、はい、T シャツを購入してくださった方、できればですね、その T シャツにサインを書かせていただきたいんですよ、そうですね、というのもサインがあった方が
もしかしたら今後いいことがあるかもしれないという謎の伝言をディレクターからいただきまして、はいはいはい、なんかそれが何かの入場券みたいな扱いになる、なんか T シャツパスみたいな あれになるのかもしれない。なんだろう、オフ会とか、え、どういうことなんだろう、なんかあるかもしれない。はいはいはい、こう T シャツ着てくれる方が増えて、なんか見せ場とかね、はい、なんか特化さ入ったとか、はい、もしかしてあったら声かけてください。映せるんだったら映しますんで、はいはい、そういうことを僕たちは応援していきたい。そうですね、はい、あのみんなと楽しんでいくっていう番組にしていきたいと思いますんで、まあ、本当店一つ全部あのなんだ選挙するぐらいの気持ちでね、最終的にはそうです、ね、この T シャツ着た人しかいませんけど、うん、みたいな状態になるから。軍団ね、軍団ですね、うん、確かに軍団。いや39人も軍団ですよ。やっぱり黒バラ軍団は勝ちにこだわりますけど、はいはい、僕たちの軍団は楽しむ。そうですね、楽しむなんで。サンキュー軍団、はい、だっせーな。サンキュー軍団、うん、だっせーな。合言葉サンキュー、サンキュー軍団なんかだっせーな。あら、また当たったんですか。当たった赤菜です。ゼロモード4ループ、まあ、4回ですね。すごい持ちメダルギリギリですけど、そろそろ通しましょうか。うわ、終わっちまうなこれ。わあ、214枚しさは出ないんですね。高設定しさ出ないな。お、いいよ、先チャンスゾーンかい、ありました。さあ546ゲームからですね、いくぞ。スイカを引けばもう完璧です。そうね、もう V 揃えちゃうか、アルト君。変な揃い方しましたけど、こんなとこ止まったの初めてです。お3連で止まらないことあるんだ。ちょっと目押しがね、ひどかっただけだと思う。あららららら、ら548ゲーム828枚使いまして、2回目のボーナスでございます。ドン、いいじゃないですか。マジか、うまいですね、はい、2連続革命ボーナス、今度こそ決めます。あ、いやー、3ゲーム続いてない。おお、またかよ。すごいですね、その台。5回ですよ、5回ともゼロ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 、うわお、ゼロ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 だ。だけども AT はそうなんですよ、いい機会なんですね。難しい台だよな、番長ゼロ。青7ください、ください青7。はい、バーですね、どうだい。はい、あらあらららら、ら弱いな、5回引いて2回レギュラー出てきてるよ。さあ終わってしまいまして、デフォルトマーリエないよね。394枚で終了です。いや、この 70% 外すと痛いな。はいはい、えい、おー、大丈夫そう、ありがとうございます。後ろさん、サンキュー、サンキュー、出ましたね、うー、サンキュー。今日一発目のサンキューが出ましたよ。あのレギュラーくらいしか入らないですけど、いやでも十分です。当たればいいんですよ。よかった、私も早くサンキュー言いたいな。ラスト、ラストチャンス頼む。 25%、 うわー弱いな、これ中ぐらいだったら 70% なんですけど、スタート時俺弱いな、走っちゃう、あーかー、しかもチャンスボードも全然いかないですね。233枚、いやーかー、あれ、これまた3球ある、あー、当たった当たった、当たりました、また早いな。6回ゼロなんですけど、6-0、177回で持ちメダルでございますと。いや、うまいな、はい、7ゾロ、これ青欲しいな、そろそろ、そろそろってか、うわー、赤か、かー、え、すごい、お隣さん5200枚です今。やりました、お、やったよ、やりました、いやいやー、すごいな、 なんとか今日は初めてですね、あのビッグボーナスから駅つながったのが、え、ちょっと待って、200ゲーム乗せたってこと、1400枚乗せたってこと、え、7000枚出るじゃないですか、確かに、え、え、やばやばいですよね、早っ、
高設定臭がプンプンなんですけど。っていうことですよね、要は。はい、そうです、そういうことです。じゃないと出ないんです。で、私今謎ゼロ畑なんで、これ当たります多分。おー、謎畑だ、これ暑いんですよ。白なんですけど、見たことないですよ。あの天国と言いましょうか、はい、あの当たる可能性が非常に高い。そんなのあるんですね。そうなんです。ラスト12でいってるんでね。知らなかった。でポイントが35だったんで、はい、これはいいんじゃないでしょうか。流れ的にお上手です。わ、これは大丈夫ですね。いただきます。ここで BB かどうかなんですよ、今日対決で。これまだ大丈夫かな。あ、大丈夫、大丈夫ね。大丈夫でした、はい、頑張れ。 BB じゃないと困るよ。フィフティフィフティ BBB ですが、あー、これ昇格したら高設定だよ。しないよな。あー、しない、しませんね。鬼ボーナス。あれ、すごい元気よく言いますよね。そうです、鬼ボーナス。いやいやいや、そのどやられて、どやられて、どやってくんすよ。そうそう、鬼のあの早期はマジどやるから、あいつ、うん、あれ好きだな。お、一応赤まで、あーあと1個か。チャージ欲しいな。レアクござらん、ござらん、ござらん、ござれ、ござれ、ござらん。でも赤ホールドなんで結構ゲーム数伸びますね。おお、私も AT 欲しいよ。私も AT 消化したいよ。乗ってんね。私もあの鼓舞し始めた。鼓舞し始めたよ。うん、今まあまあ金使い始めた秒出てるよ。いやー、バレちゃったな。いや、これから使う予定秒です今。また偶数した。もう見慣れましたよ。はい、31939。あ、最空、最空、最空出ました、はい、いや、もうこればっかり、ずっとこればっかりです。枚数、皆さんごめんなさい。これはちょっとあれですね。お、さっきのチャンスゾーンがほう外れで当たったんですよ。はいはいはい。1回目のチャンスゾーン山田雷蔵で、うん、レア役で決めて、2回目のチャンスゾーンはちゃんと V を揃えて決めて、今3回目で外れで引いたんですけど、はい、うん、これ外れ、いや、また革命ボーナス出てきたら、うん、うにょうにょの可能性が上がっちゃいます ね。いや、そう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 、完成してくれただから超いかなくなっちゃうからね。そうなんですよ。ちょっと試しに、はい、叩いてみますね。革命なんでしょう、うん、革命しか出ないから、ほぼほぼ革命しか出ないんですよ、うん、リーチかかりましたね。私これ移動しなきゃいけないかもしれない。まだ分からない。また革命、はい、また革命です。うわー、で、ここで、まあ、まだ分からないですけど、そうそう、これもう一回同じような感じだったら、はいはい、マジで、うん、ぬるぬるしちゃうね。そうですね、移動ですね、うん、おそらくいい台だったとしてもだね。そうなんですよ、ってなっちゃいますよね。早いって終わるの、あえて、そうそう、そうでしょ。まだ517台はなんだ。どうなってんの私の引きね。あ、与えない。今回も AT 獲得ならずデフォルトです。マリエは覚醒しませんね、はい、382枚あ、あら、あら、もしかしたら、これはな、もしかしたらプンプン、匂いがプンプンまではいかないけど、はい、プンまで来てますね。そうですね、プーンぐらいです。来てますね。外れる？やれてただけかもしれません、もしかしたら。マジっすか。いや、わからない、まだ何と言えませんけど、これ当たらない方が私としては嬉しいんだけど、っていうことですよね、はい、どうだ、ちょっと見守ろうか。すごい攻撃するな君たち。いいんじゃないか。どうだどうだ。ダメだったっぽいですよ。うわ、マジっすか。あれ、よし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 、よしって言うのがあれだけど、よし、多分うにょうにょじゃない、ミミズじゃないんじゃないですか。じゃないってことですか。え、じゃあ単純に私やれてないだけ。いや、もったな。なんかそれはそれでさ3回 50% 引いてんのに。なんかそれはそれ、お隣さんなんか2の2でボーナスから全部 AT 入れてるんですけど。マジか、はい、いや、じゃあまあ、じゃあ
一攫千金の大チャンス、まあ、ありますよっていうことですよね。ありました。さあここでなんと私が着ているこの T シャツを購入してくれて、かつ着てくださっている強烈なファンの方がいらっしゃってますので、お声をかけに行きたいと思います。サンキュー、ありがとうございます。ここから出るから頑張りましょう。他にもあの購入してくださった方いらっしゃるんですけど、やっぱ皆さんちょっと恥ずかしいということでまだ着用しておりませんが、これがね増えれば着やすくなると思うんで、ぜひ皆さんは、ね、着てみていただければと思います。はい、サマイガプラス3900枚超えた際にだけあの我々のサイン入りのねこの T シャツを3名様にプレゼントって話になってるんですけど、私のこのバルブレイブの状況でちょっと難しいということで、あの我々のその引きとかに期待して待つよりはあの遊びに来ていただいて購入していただくのが一番ベストかなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。一番ベスト、ベストベスト、サンキュー。これ今3周期目また強制到達しましたけど、前兆が強かったんで、もしかしたら本前兆かも。これだとまあ悪くないですね。3回目で、まあ、チャンスか、通常で運転の差なんですけど、ビリビリなかったしな、通常で当たってるんだったら悪くないよ。あ、まああるね、あるでしょう。ズントン行って特訓入るまでの前兆も強かったんで、はい、ありがとうございます。よっ、3回目で当たりますね。悪くねえぞ。今日チャンスアップ、ここで青7出たらマジで期待できるよ。はい、ゼロ角ですね、ここで、はい、連続演出中のゼロ図から当たり、青7来ねえかな、来い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 、そんな簡単じゃない。いや一応まあ普通に7狙おう、挟んで挟んじゃあ赤か、そんな簡単じゃない。179回転ですね。よしよし、高めてこう、高めてこうね。よし、かも右、あららら、そういうこと、あらら、ピルピルピッピッピンって言ったもん今、あらピルピルピッピッピンって強チャリ、強チャリってなんだ、チャリ、強いチャリちょっとあのタイヤの太いやつですよね、走りやすそう。昔の子供の頃ビアチェーンあったやつ、あ、うん、強チャリ、うん、強チャリ、うん、どこまでも行けそうな坂道も楽々、超強いやつチャリで強いって何ですか。ギアチェーンあったからな、ここにな、またのところに、懐かしいですね、すごい懐かしい。はい、ありがとうございます。言わずもがなレインボーでございます。助かります。わあ、いいですね。いや、なんだかんだまだプラスには入れてるんで、これはでかいですね。すごい、おおお、ライジング、サンキュー、ありがとうございます。すいません、いや、オリーザのがめっちゃ出してるから、すごい、いや、ありがとうございます。あの、応援してくださいました、隣の方も、いやりました、いやー、よかったせー、ありがとうございます。いや、しかも今日、はい、あれですよ、ファンの方たちもいらっしゃいますが、はい、初対面ここの常連さんも、はい、今さすがですって言ってくれましたから、嬉しいですね。こんな温かいサンキューな広場ありますか。素敵、すげえ幸せで、これで1個とかだったらね気まずいですね気まずい、お隣さんのためにも頑張りましょう、そこは。いや、これまあ出玉面にもね、はい、影響してきますから。そうですね、すげえ大事、ビビった。いや、すごい、いや、ありがてえ。我々がですね、着用しているこの T シャツなんですけども、はい、毎回ですね、収録店舗様で販売をさせていただいてると。そう、立花さん、はい、おいくら万円だい。2000だ。安い、これはね、バッチコリ安いんで、はい、サンキュー、まあ、やめなさい、やめなさい、バンサリしちゃうからリバビクでございます、ありがとうございます。いや、すごい、行きました、おめでとうございます。行きますね、じゃあ何か出るぞ、よっしゃ、すごい、いいじゃん、いいじゃん、はい、戻って、戻って、はい、戻って、ありがとうございます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 、